レオナさん、ちょっと聞きたいことがあるんですけど。なに、ヒロ君。あ、わかった。私のスリーサイズが気になるんでしょ。ヒロ君も男子高校生だもんね。そういうことに興味があるのも当然よ。でもね、教えない。いや、違くて、この木分けってオンライン上にはいつも何人ぐらいログインしてるんですか。そりゃもうたくさんよ。たくさんって何人ぐらい。うっさいわね。たくさんはたくさんよ。次回第2話、過疎ゲーの住人。いや、過疎って言っちゃってるし。